中国兵士集団失踪事件。1939年12月10日のことである。中国軍は日本軍に攻勢をかけるべく南京付近に集結していた。相手は南京を制圧済みで圧倒的優位にあった日本軍である。そこで攻勢を有利にすべく援軍が要請され、約3000人の兵員が現地に到着。夜のうちに2マイルにわたって前線に展開した。司令官は援軍の配備状況を確認し、1マイル後方の司令部に戻った。ところが数時間後、司令部のもとに部隊が無線に応答しないとの一報が入る。司令官が前線に赴いたが、そこはすでにもぬけの殻と化していた。大砲は所定の位置に配備されたまま、野営の火は燃えたままであったのにもかかわらず、肝心の兵士たちが一夜のうちに一人残らず姿を消していたのである。突発的な戦闘が起きた形跡はなかった。それならば1マイル後方の司令部も気づいたはずであるし、日本軍側にもそれらしい捕虜の記録は残っていない。前哨戦に駐屯していた兵士たちを取り調べても何の物音も聞いていないというばかりであった。兵士たちの行方は今もって明らかではない。